ラジオペンギンと出版。皆さんこんにちは西川出版のレッドシューズ海野です。海野 <laughs> さんです。海野っていうの？失礼しました。えー、マーティ浅見です。海野、えー、さんの息子の海野翔太です。<laughs> <laughs> 適当なの言ったら知ってんだね。えー。 もう、レフリーならわからんかと思ったんです。すいません、中村慎太郎と申します。はい、あしかです。じゃあ、あの、3回目なんで、まだ聞いてない方、1回目から聞いていただいた方が、流れはわかるかと思うんですけど、聞いてもわからないかもしれない。で、で、えー、どこまで行ったどこまで行った初めて、初めて、チョコプロでマットプロレスを、市市街谷チョコレートプラゾで見た。市街やチョコレート広場。広場はい。失礼しました。いい広場なの、本当に。 あのあ広場っていう名前ね名前の自分たちのそうそうホームホームねはいはいはいででチョコプロを見てチョコプロはいカードが三つあったとカードが3つどういうカードか覚えてるあ2試合目覚えてるんだけどなあ、2試合目は2試合目はね高梨正宏対小石川知恵うんと男対女ですうんうん男対女はいうんふんふんはい なんで覚えてるんですあのその試合がすごい僕の中では衝撃的だったんではい屈強な男のプロレスラーとまあ女性も僕女性プロレスラーのバニラさんって方から逆水平チョップ連続スクラバンビさんバンビさんバンビさんから酔っ払ったバンビさんから水平チョップ受けてみろって言われていいっすよっつったらとんでもねえのがボスン バスンって来て <laughs> もうゴールデン街の2階の端っこの逃げれないところで,、はい、では耐えきったらいい男だなって言われたっていうねエピソードー羨ましい足利さんには多分何回か言ったことあると思うんだけどああ羨ましいあの半端じゃなかったぞバ、うん、ンビさんはねバンビさんだからまあこの名鑑でちょっと小石川知恵を見ていただ、はいてわかりますが小石川知恵さんはいえー、小石川ちょな何人いるんだこれプレスラーっていうのははい <laughs> ああ、なんか普通の女の子っぽい感じのね、身長は結構大きいけど、53キロって公式に書いてあるから、普通の体格です、そうですね、うん安ュ先生ぐらいですか、そうかもしれない。小石川千恵選手と、高梨さ宏選手っていうのが DDT の、DDT の高梨は宏、それ、結構強いやつなんじゃないですか、もしかして。アジアのベルトは巻いてますね。 ええー、ちょっと待ってアジアのベルトって何 <laughs> タイのセットアップという団体があるんですけど、はい、高,高梨が分かんない高道のくじゃない高高高く違う高梨高梨、はい、台湾ラーメンマンじゃなくて違いますね高,尾高,高木慎吾じゃなくてもうちょっと下か高,<崎>高,高瀬直屋じゃない高,高梨正宏、はい、はいはい17ページ、はい、どれ ああなんかまわしい感あるねああそうですねへえ高梨選手が今チョコプロの現場監督やってるんですよ現場監督はい。長州がやってたやつ長州がやってたやつ高梨正弘がはい。結構だからちゃんとした体格の男だそうですねはいはいはいそれがそんな身長は高くないですけどねはいはい好きな有名人椎名きっぺいって感じすはいはいはいでで高梨さんとうん。 えー、小石川知恵さんがシャングルでやったんですけど、うん、まあ結果15分引き分けだったのかなほ<う>で何だろうな僕もやっぱり今までそのリングで見てたからうん、うん、リングのプロレスを見てたから、うん、近くても2メートルぐらいかなだけど今回はもう足元でやってるわけですよ。足元ね僕とあの中島さんの距離ぐらいでやってるから何だろうその。もう 迫力が全然違くて男性と女性といえどもやっぱ攻防手の関節の取り合いとかバックの取り合いとかはまあ息つく暇もないというか見入っちゃうわけですよねあそんな迫力あるんだそうなんですよ目の前で人けんかしてるようなもんだもんねだからもう非日常の極みでへえ人は殴ってるわけですね人を確かに確かにそうっす あれだよね画面越しだと現実感ないし、俺、新日、ほら、一回ラジオで話して、はいあの、誰も聞いてないやつあるじゃないですか、<laughs> <laughs> あれ、だどっか魚かると残ってるんですけど、はい、その時なんか、やっぱね、なんかちょっと、生なんだけど、うんうん、テレビっぽいっていうか、うん、かちょっとフレームの中で動いてる、はい、みたいな感じは確かにしたよね。 そうなんですけどチョコプロは目の前で動いていあ彼らもプロだからなるべくお客さんに当たらないようにしてるんだけど何かアクシデントが来ちゃうわけですよ、自分の目の前に。来ることあるのあります、あります。だ緊張感もあるしあれみたいヒーローショーヒーローショー俺、子供の時迫力すごすぎて泣いたことあるんでショッカーみたいなのがうおーとか言いながら目の前まで来るわけよ。ててみんな泣い そういうことだよ、多分。そうですね。<えー S 2> そうですで、やっぱり、そのカードを見た時に、あはいはい高梨選手は普通勝つなと。思ったんですけど、その小石川知恵選手が、まあ、前線しまして。で、引き分けて。はいはいはい。あのー、当時、その高梨選手とク、クリス、クリスブルックスで選手が、ガトームーブの。タックのベルトを持ってたんですよ。しまっ,って、高梨選手と。はい。クリスムブ。ブルックス。クリスブルックス。クスはい。あの、同じページに、多分、ちまきね。はい。 高梨さんのページにクリスブルックスそう横文字が高梨さんのページ高梨さんのページ D D T ねはい何か男色男 D D のってこと男色 D のじゃない有名な人だねこれかっこいいじゃんクリスブルックス C D K っていうタッグチームで二人で組んでてタッグチャンピオンだったんですよで小石川千恵さんとチエチエ選手とさやか選手っていう選手がまた新しい人でさやかはいさやかは誰さやかっていう選手が多分この辺に あいたいたいた。あ、さやか。おー、なるほど。で、王っていうときはちょっと可愛いなと思ってで、まあ、ちえさんとさやかさんが、オレンジパンナコッタっていうタッグチーム。誰とさやかえっと、小石川。ちえさん。ちえさんと。さやかさん。さやかさんが、俺と、俺パンと略して。俺パン、オレンジパンナコッタ。はい。で、タッグチームをや、組んでいて。はいはい。 えー、CDK 対オレパンのカードが決まったんですベルト戦がうん、うん、その前哨戦で当たったんですよちょっと待ってね、はい、オレンジパンナコッタが何つったオレンジパンナコッタと CDK、うん、高梨さんとクリス・ブルックスあじゃあそれ男男女で男女ともペアでそうです男と男が組んではい、はい チャンンピオ女性と女性が組んだあその前哨戦でシングルマッチがあったそうです。ああそういうことがあるんだねそうですはい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 だから結構お互い負けられないぞっていう前哨戦だからそうね。ちょっとピリピリしたんです最初はいはいはいその背景も僕ちょっとギリギリ見てわざわざ知ってたんでまあでも言っても知恵選手勝てないだろうなと思って見てたのでそしたらまあ時間切れ引き分けでで知恵選手が最後にうん 負けてない負けてねえぞって言って退場していくんですはいはいそれが僕すごい印象に残っててうんもう格上の先輩だしまあ男性だしそもそも性別一緒だとしても格上なわけそうそうでであっちは立場も上だしそうですでまあ言い方を変えると高梨さんは勝てなかったわけですよそうですねそうですねでまあ悔しそうに引き上げていった高梨さんは引き上げていったに、まに知恵さんは 負けてないですから。だから、ビセル神戸対アベスパ福岡があって、0-0で終わって、負けてね勝ち点取れたからって正しいですね。そうです、そうです。はいはいはい。ってのがあったんです。すごくその試合が印象に残ってて。俺さ、多分頭の回転遅くはないと思うんですけど、ついていかないです。 足利さんこの能力を受験勉強に使ってたら、はい、東大、余裕で受かりますよ、す本当にと学校の勉強って実はこういう感じで、はい、誰々が何したら流れとしてこうなって、その次にこれが起こってっていうふうに暗記ってしていくんですよ、はい、流れを抑えるっていうふうに、歴史とかやるんですよね、数学とかも実はこれの解放を覚えたら次これになってとかって、全部流れでやるから、<ー>これ、すごい受験勉強っぽい、そうなんですね。だから内容が絶対出ないやつだから、ね <laughs> 本当にこのオレンンジパナコ2人合わせてオレンジパンナコットでさやかのところが空欄になって、はい、空欄の内容を答えようみたいな問題が出たりとか、はい、東大の問題の場合は小石川千恵対高梨さんの試合で試合はどのような流れにおいて行われたのか400字で答えようみたいになる それ,が最高それはだから今のこと説明するのね、うん、こういうタックマッチがあって、それはこういう背景で、なんか角が上のところに挑んでいくものの前哨戦として戦ったから、うんうん、そこで負けてねえぞっていう言葉が出てっていって、うんうん、東大の採点は、この名前がちゃんと言えたら、加点で 2, 2点ずつとかで,、えー、で、負けてねえぞってせりふ言ったら3点でとかって、加点ででやるるんですよなるほどそそうだからそのすごい受験勉強っぽい。 なんだ今気づいちゃから、興味持てるかだけの問題なんだよね、歴史に興味持ってたら、こんなの結構、そっか、そっか、だから、やればできる子だったんだか夜の校舎、窓ガラス壊してましたからね、すみません、脳の限界を超えて、ですね負けてねえぞと言ったと、小石川千恵さんが、鶴川さん、出てこないけど、それはさん、その後の試合に、あ出たんだね、第3試合目に。 また電話かかってきたんで、仕事中でしたね、そういう仕事中ですね。この流れがわからないと、パッと目があったバッテンブラブラから目が離せない。ああ、バッテンブラブラさん、集中プロレス。ちょっとなんか、ちょっと、プロレスラーメーカー、沼だな、これ。えっと、何でしたっけ、えっと。あ、鶴賀さんは3試合目。3試合目ね。はいはい、ついに登場。はい。はい。でもね、残念ながらあんまり試合の印象はそこまで覚えてないあ、そうなんだ。まあ、あの、 マットプロレスなんで、窓枠とか使って攻撃するんですよ。窓枠に乗っかって、そこからジャンプしたりとか。待ってね、絵が浮かばないんだけど、窓枠って何だ何のああいう、あの、ああいうって言うなって話なんですけど、窓、窓。階段台みたいに使ってってことそうです。窓を外し、ガラスの窓を外して、察しっていうんですか、そこに乗っかって、そこからジャンプして攻撃したりとか。何回何回ビル 一回一回。一回ね。はい、はいはいはい。で、場外と行ったりするんですけど、<ー>そうから。場外 <laughs> 窓枠から外に出て。ただの家の外だろう、ね、みたいな。観客よりも外の場外って言う,う <laughs> なるほどね。うん、なるほど。やっぱだからもう、単純に言うと目の前でプロレスが見れるのはここしかないなと思って。うん、はい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 。はいなるほどね。 でリング大会よりもマットプロレスの面白さにまあちょっとハマっちゃったというか、うんうん、面白さというよりはまあ迫力なんはい、うん、そっから何,何回行ったんですか？中国の何回行ったんだろう？まあ十は多分行ってないですね。そっから？うん。待って待って待って最初にいったらは三月？三月です。今八月。もうすぐ八月。まあ一月か。はい。三四三四五六七五ヶ月で、うん。 毎月、き2回。日2回って今10回ですね。行っとるね。10回は行ってるか行ってないかだと思うんです。なんか、こそこそっとプロレスに帰る日多かったもんね、なんかね。なんか俺、別にそれはさ、全然さ、仕事終わった後だったら、何のあれもないんだけど、なんか気まずそうに、ちょっとプロレス行ってきますって言って、チューンっていなくなる日多かったもんね。多かったよね。ありましたね。なんか結構な頻度であったから、今週もみたいな。ありました。 そんなに言ってたんだ。言ってました、ね。ハマ、えー、っちゃってなんかもう、うん。ああ、そんな面白い。そうですね。あとやっぱりその、えー、最初トークショーであったね、あのあ仲間たちが、仲間たちもいるし、うん、仲間たちとはなんか仲良くしてるんですか。あ、でも行ったら話す話すこともあるしああ、はい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 。はい あれなのその文化的にその後試合が終わったらもうみんなざっと帰ってく感じなの、うん、あまあ物販があったりあ物販かはいはいはい物販に残ったりまあ帰ったりなるほどね、はいやチョコプロチョコプロみたいな団体ほかにもあるんですか今でもマットプロレスをメインにしてるのはもしかしたらあと 2, 2団体ぐらいあるみたいですけどあああるんだはい、はい、ちょっとあんまりわからないです マットプロレスあんまり僕もちょっとまだ最近知ったんで工業としてはねそんなお客さんの数入るわけじゃないからまあディープな人に来てねって感じるとこだよねなるほどねなんかすごい話ですねチョコプロじゃあ10回ってことえっ駿河メイさん大体出てるんです大体出てます出ないこともあるあの基本は出てます なんかどっかに遠征に行ったとか怪我した出てるのでちなみにその小石川千恵さん沙耶香さんのオレンジパンナコッタ対 CDK 合ってる合ってます CDK はどうなったんですか CDK は勝ちましたやっぱそうなんだそれはやっぱり体力差みたいなともあそうですねプリスは二メートルチョプロで見たらもうすごいあ、そうめちゃくちゃ迫力がする面白いな 駿河芽衣さんは、はい、えどこだっけ、えー、駿,河芽衣さんは駿河芽衣さんはバスケットボールとスキーと水泳学生、はい、バスケやってたみたいですね学生のこうん、うんうん、バスケっぽいもんねもう<ー>もう結構顔でプレスタイルわかる <laughs>、うん、ゴリゴリクリでこういうタイプのあ, <laughs> あの身長高くないから、はい、ドリブルとかで ガンガン突破してきてレイアップしてくるこの感じはなるほどで3はそこまでうまくないと思ううん多分ね運動神経めっちゃいいかもしれないからそしたらもっと入ったかもしれないけどどこ代とかそういうのデータはないですかどこ代っていうかどこでワンスキャやってたとあはないですないんですねアップルミューティレーションニュートンクラッシュ ロイヤルドルフィンプレスはなんとなく分かるかなくるんと回ってドーンというムーンサルトプレスみたいな感じ、はい、うんまあコーナーポスには登らないあ登らないけどね趣味街中の階段探し <laughs> 特技ドロップキックのミット持ちドロップキックのミット持ち<あ>それ言っちゃうとまた話が終わんなくなっちゃうんですよえちょっとえっとじゃちょっと待って,待ってちょっとダメもう<あ>次次ドロップミットの、はい ドロップキックのミット持ちは、ちょっと次にしますわかりました。はい。<laughs> じゃあ、えー、っと、お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。あの、いいねと、高評価、はい、えっと、おはじだな、いいねと高評価と、チャンネル登録ね、<laughs> ぜひよろしくお願いいたします。あり,ますありがとうございました。